フェブラリーステークスの様相です。どうも明けましておめでとうございます。ドナイヤモンドです。今年もね、すべての G1 レースのですね、予想をね動画に今年も懲りずに上げていくのでね、よろしくお願いします。まあ、去年はね、前半ねめちゃめちゃいいスタートダッシュをね決めてね、だって高松の宮記念のねファストフォース当てたり、 NHK マイルカップのシャンパンカラー当てたりとね、もうマジでね、ドナイ山本旋風をですね勝手に巻き起こしていたんですけれども、今年もね1年を通してね精度の高いね素晴らしい予想をねし続けようと思うんでね、何卒よろしくお願いします。はい、まあ、毎年ね川崎記念がね一発目の G1 だったから川崎記念からだったんだけど、今回川崎記念の時期がね動いたんで、フェブラリーステークスが一発目のね競馬予想になります。まあ、今年はダート3冠もあるんでね、まあ、羽田杯東京ダービーとかもね、まあ、東京ダービー毎年やってるけど、まあ、そういうのもやるんで、先玉杯もやるんで、ぜひともね、まあ、いろんな意味で参考にしてください。はい、でここから本題です。フェブラリーステークスの予想なんですけれども、まあ、昨日ね地方馬3頭に着目したね予想じゃないや着目した動画をね上げて、まあ、本当の予想はね今日話すということなんですけれども、まあ、いろいろと考えました。はい、まあ、明日ね僕現地見に行くんでね、まあ大体予算1万円以内ぐらいでね、まあ、なんとか仕留めたいなと思っています。明日ね僕フェブラリーステークス、まあ、多分立ち見してるから、まあ、もしもね見かけたらねなんかネットにさらしてください。はい、で、今回のフェブラリーステークスなんですけど、結構ね、まあ、名将ハリオとかね、ウィルソンじゃないや、名将ハリオだとか、ウシュバテソーロだとかね、まあ、レモンポップとかがいないから、本当にもうわけわからない人気になっていてね、うん、まあ、重賞未勝利馬のね、ルメールが乗る馬が一番人気になっていたりとか、まあ、いろいろとあるんですけれども、本命不在でね、まあ、非常にみんな困ってると思います。なんですけれども、今回のフェブラリーステークス見えちゃったんですよね。今回のフェブラリーステークスなんですけど、勝つのはウィルソンテソーロです。はい、まあ、ちょっとさっき間違って言っちゃったんだけど、ウィルソンテソーロがね勝つね、まあ、原くんからね松山くんにですね乗り換わってるんですけど、まあ、原くんのね、怪我がね、ちょっと治りが思ったより早かったから、もう復帰してるんですけど、今回松山、ジョッキーがね、松山浩平くんがね、乗ります。はい。なんですけれども、まあ、冷静に考えてね、一番安定感あるな。うん、安定感あるし、実績もね、文句ないんだよね。まあ、だから、どう考えても軸に最適なのはウィルソンテソーロですね。うん、まあ、オメガギネスはね、まあ、確かにずっと馬券外してないし、まあ、馬柱見たら綺麗なんだけれども、まあ、東海ステークス2着でしょ、ウィリアム・バローズに負けての2着で、で、まあ、グリーンチャンネルカップとかでも、まあ、勝ってはいるけれども、まあ、金量60キロの馬にね、まあ、かろうじて勝ったみたいな、かろうじてではないか、まあ、勝ったりとかで、まあ、戦ってきた相手にね、疑問符が残るんですよね、オメガギネスは。うん、まあ、押し出されての一番人気でね、まあ、ルメールがね、乗ってるってのもあるし、あとはまあね、フェブラリーステークスの一番人気の信頼率の高さがめちゃくちゃあるから、まあ今後もまあ一番人気であり続けるとは思うんだよね。でまあ、ルメールでしょ？まあただルメールって芝、ダートって芝ほどの信頼を受けないのよね、ルメールさんは。うん、だからね、ちょっとそれはなーって思ったんで、ウィルソンテソーロですね。はい。で、他の馬です。太鼓、ミックファイヤー、ターンアナ、レッドルゼル、で、星印、イグナイター、ドライレーデ、で、白三角、タカノビューティー、スピーディーキックです。はい。あのね、まあ、ミックファイヤーに関しては、昨日の動画をね、昨日の動画でめちゃくちゃ詳しく喋ってるから見てほしいんだけれども、まあ、東京大賞典はね、明らか順調に来てないんだよね。順調に来てなく、もうとりあえず出走させたって感じ、プラス、とんでもないジャンピングスタートで出遅れ、プラス、大井の絶対に合っていない白砂とで、まあ、走るわけがない要素がね、詰まっていたんですよ。うん、だから今回ね、まあ、ミックファイヤーってスピードがある馬だから、地方馬で、中央場所でも来る馬っていうのは、持ちタイム、スピードがある馬じゃないと絶対無理なんですね。でミックファイヤーパワータイプではなく、明らかなスピードタイプ、まあ、羽田杯もね、ジャパンダートダービーもね、素晴らしいタイムで勝ってるし、レコードで勝ってるし、東京の足抜きのいい馬場の方が合うので、まあ芝スタートだけだね、懸念は。まあただまあ、スピードタイプだから芝スタートもなんとかこなすと思うけどね。
まあ、枠順がちょっと3番というのが厳しいところには入ったけど、まあ、出たなりでね、気持ちよくリズムよく運んでくれればね、別に前だろうが後ろだろうがね、最後いい足使ってはくるとは思います。はい、なので、まあ、東京大書店だけでは見限れないね。うん。今回はすごい順調に来てて、調教もいい感じだから、うん、来ると思いますね。僕もちょっと単勝もちょこっと買おうかなっていうふうに思ってます。はい。で、まあ、レッドリズルはね、まあ、4年連続出走でも安定感があって、うん、去年もね、2着だったんで、確か2着だよね、2着だったんで、まあ、実績あるからね、まあ、買わないわけがないなと。で、イグナイターは、まあ、昨日の動画でも詳しく話してるんだけれども、まあ、G1 勝ってるし、南部杯でもね、まあ、レモンポップの離された2着ですけど、来ているし、今回抜けた馬いないから、ワンターンの東京、まあ、いいんじゃないかなと思うしね、まあ、対戦相手の関係見ても、まあ、スマイルウィに勝っていて、ね、スマイルウィとドライスタウトが一番審査以内っていうのを考えたら、そこをね、着差で測ったら、まあ、ドライスタウトといい勝負って考えたら、まあ、勝っていいんじゃないのかなって感じ。で、ドライレーではね、ムルザバエフだっけ、ムルザバエフさん、ちょっと間違ってる、ごめんなさい、が、と、まあ、手が合ってるし、まあ、ダートでね、来てるし、まあ、ここはいいんじゃないかな。で、まあ、タガノビューティーは、ちょっと当たり外れがあって、ピンかパーなんだよね、本当に。ただまあ末足炸裂するときは来るから、ちょっとまあ人気に関わらず抑えないといけない1頭で、スピーディーキック去年6着で、まあ、これも昨日の動画でちょっと話してるんだけれども、まあ、そこからね、まあ力は維持できていると思いますし、うん、まあ三鴨ジョッキー去年のフェブラリーステークスのスピーディーキックとかで、ね、あれ前が詰まってて伸びなかったっていうのがあるから、あれスムーズだったら3着あってもおかしくなかったと思うんだよね。うん、そんなこと考えたら、ね、まあ、スピリキックも抑えますということで、結果地方馬全頭勝ってオメガギネスが切りました。で、あとまあ芝からの参戦組、シャンパンカラーしっかり、ガイアフォースしっかりも切りました。まあ、シャンパンカラーはね、僕マイルカップ当てさせてもらったね、非常にねありがたい馬でね、まあ、大好きな内パクさん乗るから、のんこの夢勝たせたね、内パクさん乗るからね、応援したいんだけれども、まあさすがに初ダートでしょ。で、なんかドロンコの芝勝ったからダートもいける勢がちょっといると思うんだけど、やっぱドロンコの芝だろうがやっぱダートと違うんで、うん、ちょっとまあ別っすね。うん、まあそのモズアスコットとかいるからちょっと怖いんだけど、まあそこまでやってたらもう本当解明が大変なことになるから、絞りに絞ってこの7頭です。はい、はい、で解明ね、解明は、ウィルソンテソールからの3連複、6頭流し15点、ミックファイア、レッドレゼル、イグナイター、ドライレイで、タカノビューティー、スピーディーキックに流しました。はい。15点だから、まあ、400円ずつで6000円ぐらいかな。うん。で、まあ、ウィルソンテソーロ、単勝。ね。まあ、オメガギネスに集中すると思うから、単勝が結構3、4倍ぐらいつくと思うんだ。うん。だから、まあ、残りの4000円でね、まあ、単勝かな。いや、まあ、ちょっと応援込めてね、応援込めてミックファイアとイグナイターも単勝ちょこっと買おうかなと思ってるんだけど、まあ基本これでいきます。はい、なのでね、明日よろしくお願いします。これでね、ぜひと待ちたいなと思っています。ウィリソンテソール本命です。はい、よろしくお願いします。ミックファイアもね、全然可能性あると思うし、イグナイタースピーディーキックもね、頑張ってほしいです。はい、ではこんな感じでいくので、はい、よろしくお願いします。ちょっとこれ今ちょっとサムネ用にここ固定しよう、これサムネ用で、ね、うん、これで OK。 じゃあお疲れ様でした。バイバイ。